反乱軍は北条との戦い、そして妖魔を操る女、次々と判明する真実。劉備はすっかり取り囲まれておるのじゃ。信長は容赦を知らぬ。こうも立て続けに割。まあ今回の侵攻には事情がありましてね。信長の腕輪を狙っているという見たことのない青年が協力を求めに来たんです。しかし詳しいことを聞く間も。もしや協力を求めてきたというその。おや、武田領が襲われた際ぐず。劉備殿はあの砦に追い込まれている様子。ここからなら敵の目につかない。早く合流しましょう。仲間の危機なのじゃ。わらわも頑張って劉備を助けるのじゃ。バカだ、なぜ劉備軍がこんなところに。おお、来てくれたのか。増援はありがたいが、我らは盛況な織田軍の前に壊滅寸前だ。劉備、これしきの力では信長に逆らうことも世を変えることもできぬ。全軍劉備を潰せ。私はなんと不力なのだ。元の世でも何も変えられない。劉備殿、まだ諦めないでください。なんとか活路を開きましょう。幸い我らはこの辺りの地理には明るい。さて仕事だ。感動を抜け撤退しましょう。分かった、みんな力を合わせてこの隙を脱するのだ。信長様、劉備軍は撤退を開始したようです。いかがなさいますか。人間一人残らず打ち果たせ。まずい、早く劉備殿に逃げてもらわないと。まさかあの劉備と戦うとはな。息子の方はよく知っている。ひょうひょうとしているがかなりの手だれだ。油断はできない。信長様の命令です。ここで散っていただきます。やるのう、褒めて取らすのじゃ。一人では信長から腕輪を取り戻せない。そう思い劉備殿に協力を求めたのだ。信長に感づかないこのざまだ。すまない、私のせいで皆を窮地。見やむことはありません。今度は私がお助けいたします。これ以上戦えません。わかるぜ、俺だって娘と戦うなんて考えたくもねえ。頼りにさせてもらうぜ。ここで口を劉備に近づいておる。早う行かねば危ないのじゃ。
俺に考えがあります。まず感動から敵を排除してください。おめえの策に乗るしかなさそうだ。感動に入ろうとする敵は俺が止めてやる。兄者のためなら体張るぐらいなんともねえ。さあ命が惜しくねえやつはどいつだ。すまない。金鶴殿の強さは義に根ざしているのだな。待機し、追撃部隊を奇襲します。拙者も手伝います。軍神のこの力、今こそ見せる時。軍神人間とは面白い異名をつけるものだな。師匠殿はもう撤退したようね。その分私が頑張らないと。あらとか、邪魔するならお返しをしてやらねばな。諸葛亮殿がいない劉備軍が相手だ。この私とも十分立ち向かえよう。諸葛亮とやらがいなくてもわらわたちは十分強いのじゃ。面白い。なんとか退けたのか。やりますね。これでも感心しているのですよ。やるの。褒めて取らすのじゃ。行くぜ。雪村、感服いたします。頼りにさせてもらうぜ。頑張ります。安心しているのですよ。こんな見事に負けちまうとはな。大殿のため押し通る。柴田勝家殿か。この雪も全力で当たらせてもらう。やっぱりここに来たのね。
兵を伏せていたとは。もはやこれまでか。いいえ、この雪村が最後まで劉備殿をお守りします。何かを変えるには力と覚悟が必要。そうだ、信長には覚悟がある。もちろん。あの人は孤独な戦いを選んだ。劉備につく者はこの乱が打ちます。君にやられるわけにはいかない。この世界の混乱を収めるためにも。あなたとの死闘よかったわ。やりましたね。無事撤退することができました。なんとかなったか。これも皆の協力あってのことだ。劉備殿には迷惑をかけてしまったな。こんなつもりではなかったのだが。ふう、なんとかなったな。本当に危ないところだった。救援がなければどうなっていたことか。来てくれて助かった。礼を言うぜ。ふむ、気にせずとも良いの。ふむ、その手がかりを握り。そうだな。まだ詳しい話を聞けていなかった。ペルセウス、お前は腕輪を取り戻したいと言っていた。いや、残念ながら。だがオリュンポスを支配する主神ゼウス。君たちとは別の世界に。ゼウスは強大な力と、そして今度はゼウス、絶対的な力でオリュンポスの神々を、人間を支配する存在。ゼウスはある時奇妙なものを作り出した。蛇の化け物メドゥーサの髪を魔王の大釜で鍛えたというウロボロスの腕輪だ。それぞれに神の力を宿した8つの腕輪。私は嫌な予感を覚えて神殿に忍び込んだ。そこではゼウスが儀式をしていた。腕輪を使い新たなる世界を作るのだと。このままではまた神の気まぐれに人間が巻き込まれる。そう思い腕輪を奪ったのだが、それに気づいたゼウスの娘女神アテナはどこまでも私を追ってきた。そして命からがらこの世界に逃げ込んだものの、衝撃で腕輪を失ってしまったんだ。腕輪を探すうち信長の存在にはすぐに行き着いたよ。だが彼は説得に応じず、それどころか容赦ない攻撃を加えてきた。あの力に一人で対するのはあまりにも厳しい。だから私は反乱軍の噂を聞きつけ劉備殿を頼ったんだ。腕輪を集め世界をゼウスの手から救うために。にわかには信じがたい話ですな。しかし信長が腕輪を使った。だ、なぜ我らなのでしょう。そこまでは私にもわからない。ゼウスの気まぐれに巻き込まれ。けどよ、おめえは何です。責任を感じ、ウロボロスの腕輪の元となった場。それに私はペルセウス。お前の覚悟。劉備殿。ああ、遠飛と超飛。拙者は官兵。助元直だ。